加藤純一と申します。名前だけで覚えてやってください。なんかみんな今日は、すごい元気ですね。なんか噂によると、掲示板5000件進んだっていう噂があるんですけど、嘘ですよね、それは。アンケート取ろう。確かに。いい案かもしれない。よかった。普通、ゴミ。結果用します。4.1% なの？何これ？これ逆じゃないの？過去最低じゃねえかよ！今まで俺が出てきた。91.2%? 今何人見てる？この放送。ちょっと待てよ。立ち見合いまでバッチリ埋まってて、5000人、4500人ってこと？嘘だろ！なんで島田紳助出てくんだよ。なんでもありだな、マジで。掲示板で話題に乗っていたもんだよ、天才。じゃあいきます。1分19秒。うん、で、まあ、話って余談だけど、売れやすと、劇場に、キャキャキャ女も来るんだよ。うん、これが邪魔やでな、うん。こいつらが俺たちをダメにしていくから、うん、あの、もういつも相方ですね、このこいつらはキャーキャー言うてくれて、俺たち追いかけてくれて、うん、人気のあるような感じを作ってくれてると、うん、でこいつらは俺にとってすっごい必要や、うん、すっごい必要な曲やけどめちゃめちゃ邪魔やと、でこいつらが俺をダメにしよると、いいこと言うじゃん。なんでかって、こいつらを笑わすことが簡単やから、うん、こいつらを笑わしにかかってまう、うん、でこいつらを笑わしにかかった瞬間に俺たちは全て終わってまうと。だからテレビでもカメラの奥でこたつで見てるお兄ちゃんがおもろいと思ってくれる感覚でやる。全く同意見だよ。そこに客がいないと、向こうにいんねやと、うん、だから今でも劇場はあるやんか、吉本七劇場、女の子がクリアもついてる、うん、あの子ら笑わせたら絶対あかんやん、ほんま、うん、女の子はあの女の子笑わせてくれる、男はああいう女の子笑わせたらもう絶対無理。いや普段俺が言ってることじゃん、あいつらが笑えば笑うほど一番後ろで見てる俺たちが一番笑わした人たちが、うん、何やってんのこいつらと、うん、これもう学園祭でやっとけよお前ら、もっとお前身内だけ集まってやっとけよという状況なのよ。いや多分これでもね、じゃ俺まだそのフィールドまで行ってないの、意味わかる、そのフィールドまで行ってないの、女笑わせようっていうところまで行ってないの、意味わかる、あの女も笑ってないの別に。じゃ、それ本当なの？それってさ、男も笑わせられて、女も笑わせられるやつが、男を笑わせるのめんどくせえから手短にいる女を笑わせようっていうことでしょ、これって。だから、ちゃんと本質を見抜いて男を笑わせに行けよっていうことじゃん。イベントになると、もうそれ以前の問題なの、俺的に。笑い声聞こえてさ、それ知らねえよ！それ知らねえよ！おい、てめえ、女笑うじゃねえぞって言えねえだろ、そりゃ。それ知らねえよ。言えよって。いや、お前、それ、島田紳助も言ってただろ。そいつらはめっちゃ大事な客やねんって言ってたじゃねえかよ。だけど別にそいつら相手にする必要ねえぞって言ってたじゃねえかよ。いや、そうだろ。そうじゃないの。放送なんか全然意識してなかったね。意識できない、やっぱ。その、男性の客8割9割、8割ぐらいか、いて、女の子2割ぐらいで、その女の子に向けて喋ってないからね、俺、ほんとに。ほんとにそうだよ。はい。なんか、何分から全部聞かなきゃいけないの。全部聞かなきゃいけないのこれ。いくよ。今や、お笑い芸人を目指してるか分かんないけど、はい、僕今日ね、飯食いながら加藤純一がさ、ロフトプラスワンっていう、まあ、僕とリライアントたちも出たイベントにね、出るっつうか、あ、やってんだと思って飯食ってね。でけえな。見てたわけ。うん。飯食いながらね。うん。そうしたらね、もう、コメントがね、いつもの流れじゃなくて、びっくりするよ。
これ。えっと思ったの。え、こんなこと何やってんのって思って、ちょっと僕そのね映像をね秘蔵入手したんで見せますけどね。いやこれはねもう黒歴史ですよ。もう3回目なんですけど、はい、あ、どっちも脱ぎましょうか。俺すげえ恥ずかしいんだけど、ね、服脱ぐだけで笑いが起こる会場だぜ。白俺。もうごぼうじゃん。こんなんどんだけ乳首ちっちゃいってこだわるんだ、これも。こいつ AV 大名かなんかな。ほんでやったことがさ、目隠ししてね。うん。目隠しして。これだぜ。ね、あの、ゴミをとかる、ゴミとかをさ、ね、取るコロコロローラーで背中をこうやってやって、うわ、なに、これなにっていうさ。これでさ、会場は大爆笑の渦だもん。おい、加藤純一、はい、お前人にさ、ね、あの、佐藤とか使ってさ、なんか、変だとか言っときた。お前はな、な、三流お笑い芸人使っても、あれじゃん。な、え、ブルマかぶるのよりはひどくないよ。ひどくねえ、てめえ、そんな大した面白いことやってねえじゃねえか、バカが。お前の客、あんなクソ笑い芸人さ、おい、てめえ、お前、ちょっとお前、お前今電話出ろ、おい、すまねえ、緑さんかけるわ。お前の、おい、ちょっと待って、あいつにかけるわ。マジ、頭きた。てめえ、自分のこと、ちょっと待て、切れた、マジで。炎上するわ。お前、俺に物言いてんだったら直接言わせようぜ。ちょっと待って、一回本人に聞きたい、本人に聞くわ。本人に聞くわ。動画って多分取り繕ってんだろ。本人に聞くわ。みんな電話するわ。ここまでちゃんと見てくれたんだろ。貴重な意見として。みどりさんの声聞きたくない人、ちょっと一瞬ミュートしてください。後でちゃんともう一回全部見るから。後でちゃんと見る。やべえ、今3時だ。ごめん。今11時くらいのノリだった。ごめんなさい。今 LINE 通話だったから。ごめんなさいって言っとく。ごめんなさい。今11時くらいのノリだったわ。ごめんなさい。泣き。動画見ます。イベントはお前だけのもんなんかだから、お前の人にさ、普通にコメントを読みながら放送した方が100倍マシだったと思うよ。なんであんな上着まで脱いでさ、うん、あんな真似したのと。ね、一応さっき説明させてもらいましたけど、なんであんなことしたんだろうな。はい、もうでもおっしゃる通りですね。いらねえじゃん、あんなの。はっきり言って、あれやるんだったら僕だってあの仕事絶対受けないもん。え、なんで上脱いでそんな、だから滑るって 100% 分かるじゃん。予想つく、まあな、うん。あんなことやって受けるわけないし、うん、小学生でも騙されないような、三流お笑い芸人と一緒にさ、な、それと組んだところでプラスになんかならねえよ。マジクソだったよ、あれは。な、僕が現場にいたら、やめろっつって、もうね、物を投げ込んで、やめさせてたよ。それなのにさ、会場はさ、褒め殺し、ウィーどうせ会場の真ん前の女に媚びてたんだろ、てめえはよ。白いごぼう肌を見せながら、ね、こんなズル向けになったさ、山肌白い肌見せてさ、いじられて。てめえはいじられたって面白くねえんだから。え？いじる側だろ、どっちかというと。そうなんだ。党会議でモコと絡んでた方がよっぽど面白かったよ、うん。お前はいじられてもね、成長しねえんだよ。お前はいじり側なんだよ。へぇー。そう、わかった。そうなんだ、俺。そういうイベントに出てさ、てめえのな、あのさ、ね、笑われて。お前笑わしてんじゃねえぞあれ、うん、笑われてんだ俺っていじり側なんだ、誰から言ってやるよ、うん、お前はあのイベントに出て、うん、いろんなものを失った、うん、1回ならまだ分かるよ、はい、次同じことやったら、うん、もうお前の信頼ブランドは減るよな、はい、あんなさ会場の脇のからミーハー女どもにさこびてよ、うん、な笑われて、はい、恥ずかしいと思わんのかお前は。いや恥ずかしいと思います。で、乳首ちっちゃいっていうさ、そんな程度のレベルのツッコミしかできねえような、はい、クソ三流お笑い名前も知らねえような、はい、芸人に絡まれてそれは入ってじゃないだろうね。はい。羨ましくないね、全然。なあ。はい。いや、でもみどりさんありがたいわ。だから僕もね、加藤純一の掲示板に覗き込んで、はい、ね、おい、加藤純一、うんこちゃんを、怪我すなって言ってね、はい、あの同じようなコメントを書いて、はい、あのね、
加藤純一の心をへし折るために協力しましたから、はい、安心してね、慰問信者な。あいつのね、高々とね、あの天狗になった鼻をへし折らないと、あいつはね、はい、どん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 伸びきってしまって、はい、その重みに耐えられず前のめりに転んで、すべてをね、先っぽから失う気がしたから。はい。やめるさん、ありがとうございます、本当。いや、知っとるよ、僕だってもう2回やってるから。私は別に。てめえもやってんじゃねえか、バカがよ。死ねえや、てめえ、マジでよ。おめえもやってんじゃねえか、バカがよ。くたばれよ。もっと言え、じゃあもう、あとだってもう、本人が一番気づくわ。あれでもしね、あのイベントが成功でしたっていうようなもんなら、はい。ね、全くリスナーとの感覚が、ぶれてるよ、はい。まあそうですね。やらされた感、まんまだった。もしかしてあれをさ、はい、作った台本作家が悪いかなと思ったけど、はい。誰が悪いのかわからんよ。うん、台本作家が、いやでも皆さんこれは僕が悪いです。僕ですよ、できません、はっきり言って、うん、はい、人前で脱ぎたくもないし、はい、人前で裸体も探したくない。男優じゃん、あんなもん。人前で裸を探すってどういうことわかる、うん、男優になるという意思表示だからな。まあそれは違いますよ、ね、裸にならずトークで笑いを取れよな、見た目の笑いじゃなくて。それはお前が言うなよ。それはお前が言うなよ。それは違うな、お前、それお前が言う、それ違えな、お前が言うなよ、それは。ブルマかぶったり、てめえだろうがよ。いや、なんでもない、あのね、ブルマかぶったり、うん、な、いろいろとな、はい、こちらもな、はい、ね、仕事につなげるために、やったんだよ、こっちも。まあそうですよね。探して、貼り付けにもなりました。試行錯誤ですよね。うん。緑さん見てますから、僕は。もう終わった話だし。いや、でも緑さん、ありがとうございました、本当に。その話やめろ。うん、なんでお前覚えてる、その懐かしいさ、ギャグを知ってる、横山みどりギャグの第3章でね、はい、こういうギャグがあるのを見せてやる、はい、これ見なきゃダメですか、これ、ね、俺こういう見なきゃ大嫌いだけど見なきゃダメですか、ギャグなんだけど二度と使わないでね、封印ギャグ、ね、まあ、見ますよ、じゃあ位置について、はい、麻雀ギャグね、はい、これね、位置について、はい、よーい、ロン、マンガン、これ本当にね、うん、心底心をね、震えさせるですよ。まあ、そういう時期があったんですよね。最低のギャグだったよ。はい。いや、もうわかるわかるわかる。僕もこんなところで笑いが流れてる時点でもう同じレベルだと思ってるよ。僕もこんなクソみたいなので、はい、ツイキャスみたいなさ、ね、って感じだと思ってて恥ずかしいよ、自分で。はい。芸人になるなよ、本当に。ネットでさ、ネットでリスナーと向き合っていいんだけど、うん、インターネットで、ね、はい、お笑い芸人、あれで加藤純一が R1 とか出始めたら、俺はね、もうね、まあまあそうっすよね、あれどうしちゃったんってなるもん。まあそうっすね。な、何が R1 だよ。芸人なんかに目指すなよ、本当に。はい。芸人目指したって、たかが知れてんだよ、俺たちは。まあそうっすね、それはもう本当に一理ありますよ。一理あるとか、万理あります。もうやりません。うん。お前の言論カフェは客風すら入らない。違う、あれね、僕も言論カフェでイベント予算と野田総理と行ったけど、はい、あれは、ま、あのカメラが映っちゃうからみんな後ろの方に隠れただけで実際いたんですよ。ねえよ。あと、あ、一つ言うと、はい、あのサイン会、あのピョコタンたちをやった T シャツサミットも、はい、あれは来なかった。そうですね、あれは6人ぐらいしか来なかったですよね。ね、まあいいでしょう。はい、いや、せっかくだからあと1分見してよ。サイン会とかさ、ね、配信者が、あ、いや、違う、あ、そうだ、僕ね、今大変なことになってるよ、それが。でもこれ、いいの。助けてこれ誰か。いや、でもね、みどりさんありがとう、本当に。いや、ちゃんとね、見てくれた人の感想だわ。いや、他のさ、なんかね、あの、正直人集めてねえやつが言っても、俺全然なんとも思わないけど、俺やっぱみどりさんだけは本当に、俺、みどりさん真似てニコ生やってたから。いや、ありがとうございます、本当に。重く受け止めました。重く受け止めさ、あの、させていただきました。おっしゃる通りでございます。じゃあ、俺らに聞くな。いや、俺の視聴者と、生主の言うことって、じゃあ俺より人集めてみるよと俺思っちゃうわけよ。本当に。俺ってもやっぱり、あの、いじられる側じゃないんだって。だから、モコウさんと、モコウさんなんであいつ食べるかって、モコウとミドリさんとかとはやりやすいんだ。あの人たちが、いじられる側だから。てつや大丈夫だ。なるほど、マジで納得いったわ。あの、先輩からの、
なんかそういうのにちょっとなんか違和感を感じるってことは。別に、あ、なんかだから、なんでこんな怒ってんだろうな、みんな、みたいな。あ、だから山田さんとかも、みたいな。え、でそれってさ、俺がうまいことなんかかいくぐればいいってことだよね。人と絡んできてなかったから、あんまわかんなかったんだよな。まあでも別に、ニコラスとか別に、俺アシスタントだから、別にそこは、その仕事に徹していれば。あ、だからイベルトは俺が MC でボンっているから、どっちかっていうとそういう女の子に、やる側だもんね。もう結局、極論そこなんだなぁ。かんねえ、あんなもん。お前のイベントはお前だけのもんなんだから。うん、いや、じゃもうさ、これが全てだよな。じゃ他のも大事だけど、お前のイベントはお前が全てなんだぞっていうのがさ、それが、そうだよなぁ。うん。いや、それはもう本当にその通りだわ。俺、言うわ、じゃあ、用意論漫画。それは、ちゃんと、信者になったわ。用意論漫画から、毎回、始めていこうと思います。それでは皆さん、お疲れ様でした。なんか今日すげえ疲れたわ、マジで。さようなら。ちょっと時間がないんで3分だけやります。あのさ、ほんと要件だけ伝えて、ちょっと出かけて帰ってきたらまたニコ生やるけど、なんか朝一でみどりさんから LINE が来てて、なんか一昨日のイベントの後に電話したんだよ俺が。で別になんか真剣な電話じゃなかったから、すぐ切ってごめんなさい涙って LINE 送っといたんだよ。そしたらなんか次の日の朝にごめん寝てたわって LINE が来てて、俺ちょっと遊び行ってて返せなかったらさ、今日の朝一さっきさ、加藤、イベントの件いじってごめんなって来てたんだけど。で、マジでやめてくんない？ちょっとこういうの。こういうのマジでやめてくんない？俺さ、余計嫌なんだけど、こういうことやられると。加藤、イベントの件いじってごめんなって来てたんだけど。で、俺のこと舐めてない？ちょっとあいつ。ねえ。ちょっと俺のこと舐めてない？マジで。なんかさ、そんなこと言われたらさ、なんか俺も言いづらいんだけど。ちょっと俺がね、ちょうどなんかさ、LINE 返せなかったんだよ。外にいて。そしたら俺がなんかさ、その既読スルーしてると思っちゃったのかもしれないけどさ、さっき1分ぐらい前にさ、LINE 来てて、加藤ごめんなって来ててさ、ちょっと、やめてください、なんか。本当にそういうのは。なんかすごい逆に悪口言われた方がすごいありがたいんですけど。ごめんなって来ててさ。許さないって言っといて。許さない、許しませんって言っといて。